バンベルクはバイエルン州オーバーフランケン行政管区の軍独立市でバンベルク軍の軍庁所在地。バンベルクは大学都市であり大司教の都市でありビールの都であり行政都市である。この町は人口約20万人の人口密集地域の中規模中心都市でありオーバーフランケン地方の重要な中心地である。見応えのある旧市街は ドイツでも最も素晴らしく、無傷に保存された歴史的な市街地であり、1993年にユネスコの世界遺産に登録された。バンベルクを象徴する建造物級市庁舎この神サびた、フランケンの皇帝都市にして、市教都市は、二股に分離したレグニッツ川の肥沃な谷間の草地に広がる。レグニッツ川は、市街中心部の北7キロメートルでマイン川に合流する。 地域の面積は54.58平方キロメートル。南北9.6キロメートル、東西9.7キロメートルである。バンベルクは以下の市区から構成される。ベルクゲビート、インゼルシタト、ゲルトナーシタト、クラマーヒルブルックーツホーフ、ガルテンシタト、シュタリオン、ゲロイト、ブンダーブルク、ガウシタト、バンベルク北、ブーク、ブークホーフ。 アムクリニクムイコールバンベルガー・ヒエルテル・ビルデンゾウルク。バンベルクの気温と降水量バンベルク前史時代の最も古い遺物は、おそらく19世紀に発掘された偶像、バンベルガー・ゲッツであろう。902年に初めて、現在のドムベルクがカストラム・ベイブンバーチとして登場する。この地は、フランケン・バーベンベルク家の所領であったが、903年。 ラインフランケンのコンラー・トケトンの流血の兵での末に、この霊園を失った。この、いわゆる、バーベンベルク構想によって、バーベンベルク家の三人の兄弟が亡くなった。財産は王のものとなり、973年まで王領のままであった。神聖ローマ皇帝夫2世は、重帝のバイエルン公ハインリヒ2世にこのカストラムを贈与した。 1572年から1618年の間に作成されたバンベルクのコエチズ・バンベルク、ドームベルクの移動1007年、ハイン・リヒ2世の息子である皇帝、ハイン・リヒ2世によって新たな司教区が創設された。また同年、大聖堂が建設されるが、二度の火災に遭い、13世紀以降に現在の建物に改築された。16世紀の司教領主権力に対する、 農民たちの放棄は不成功に終わった。司教領主、ロタール・フランツ・フォンシェイン・ボルンとフリードリ・ヒカール・フォンシェイン・ボルンの下、この都市はバロック文化の花を体験した。この都市は30年戦争で、スウェーデン軍に7年戦争で、プロイセン軍に19世紀にはフランス軍にてひどく痛めつけられた。バンベルク氏と司教本部は、ルネビルの和役によって、バイエルン選定公が、 フランスの領土を失う代償として与えられることとなる土地に含まれた。この条件が帝国代表者会議で最終的に確定する前、1802年9月2日からバイエルン選定校は司教本部領に軍隊を送り、11月29日にはこの領域を最終的にバイエルン領としたことを表明した。司教領主のクリストフ・フランツフォン・ブゼックは辞任し、 これによりバンベルクの独立性は失われた。1854年5月25日から26日に、ドイツ各地の中級官僚8人がバンベルクに集まり、バンベルク会議が開催された。ここでは、それぞれがオーストリア、プロイセンの2大勢力下での立場を超えて、東方問題に当たることを了解しあった。第一次世界大戦後、1919年4月に、 その直前に成立していたバイエルン自由州のホフマン内閣がミュンヘン労働者兵士の民評議会との圧力により倒れホフマン内閣がバンベルクに逃れてきた彼らはここからベルリンの中央政権にレーテ政権打倒のための軍事的支援を要請したこのためレーテ共和国は中央政府軍と義勇兵からなる軍に敗北し5月3日に崩壊した この間、ホフマンの政府は、バンベルクで憲法を制定し、8月12日に署名した。1926年には、国家社会主義ドイツ労働者等の幹部会議が行われ、ヒトラーの党内独裁権が確立した。第二次世界大戦末期の1945年には、アメリカ軍に占領され、駐屯地となっていた。戦後、バンベルクは、 アメリカの管理地区に属した。軍管理部は、ドイツ人追放のために故郷を追われたディスプレイスドパーソンズと呼ばれるドイツ人のための難民キャンプを設けた。現在は、オットーフリードリヒ大学の一部となっている、旧都地区上1647年に創立した大学は1803年に廃止されたが、哲学、神学短化大学として新たに生まれ変わった。 1946年から1947年にかけての冬学期に総合大学に必要な学部を拡張し学生を受け入れ始めた。そして大学自身はバイエルン州第四の州立総合大学となることを目指した。エネルギッシュな指導者は当時の学長ベネディクト・クラフトであった。彼はその時ケーニヒスベルクやブレスラウで教弁をとっていた著名な 教授やライプツヒ帝国最高裁判所所長を招聘した。戦争から帰還した元兵士の多くが勉強を再開したため、学期を追うごとに大学は拡大を続けていった。拡充計画は、レーゲンスブルク大学がバイエルン州第四の州立大学となり、挫折したものの、1972年にバンベルクタンカ大学は総合大学として再出発し、 1979年には、ウナバサターットに昇格した。創設者にちなんで、オットーフリードリヒ大学と名付けられた。この大学は、人文科学部、社会科学部のほかに、経済情報学と、学際領域情報学の学部を有している。1627年に建設された、魔術師監獄バンベルクは、魔女狩りの中心地の一つであった。魔女狩りの時代、 バンベルク大司教ヨハンゴットフリート一世、ホン・アーシュハウゼン及び、時代のヨハンゲオルク二世、フークスフォンドルンハイムの指導下、大規模な魔女狩りが行われた。同様の大規模な魔女狩りは、ビュールツブルグ大司教領やマインツ選定公領など、ドイツ南部で行われた。1612、1613年から1617、1618年の間に、 バンベルク死教領で300人が焚き木の上で炎に焼かれた。特に1617年にはこの死教領で102人の人々が処刑された。最も有名な犠牲者は市長のヨハネス・ユニウスで1628年8月に魔術主観獄での拷問を受け死亡した。中世から近世初期にはバンベルクの人口はゆっくりと増加し、戦争、伝染病、 基金などにたびたび襲われた。1349年から1350年のペストの大流行と、これに続いて起こったユダヤ人迫害により多くの人が亡くなった。30年戦争により人口は減少し、1648年、戦争前には1万2000人の人口があった。19世紀の工業化の開始とともに人口増加は加速した。 1811年の初めには、この市に1万7千人が暮らしていたが、1900年には、それが4万2千人にまで増えている。1939年までに、人口は5万9千人にまで増加した。第二次世界大戦直後には、東部地区からの多くの難民や国外追放者らが、この市に流れ込み、数ヶ月のうちに、人口は1万6千人増加して、 1945年12月の人口は7万5千人となった。1953年1月の人口は最大値の7万7千人となった。1972年6月まで人口は次第に減少し、6万9千人となった。1972年7月1日の市町村合併により、バンベルク市の人口は7207人増え、7万6千人となった。 2006年6月30日のバイエルン州統計情報局のデータによるバンベルク氏の公式人口は7063人である。以下の表はその都度の地域における人口の推移である。1811年までの数値は概算の推定値である。それ以降は国勢調査または州の統計局の報告書に基づく公的な数値である。 国勢調査2014年3月16日の選挙結果に基づく市議会の構成は以下の通りである。1945年以降の上級市長は以下の通り、1958年にバンベルク市はチェコのオパバ周辺地域から国外追放になったズデーテン地方のドイツ人に対する協力を約束している。詳細はバンベルク市外参照1000年にわたる。 建築文化財が比類のない街の風景を作り出している。バンベルクはローマと同じく七つの丘に築かれた街で、このため時にフランケンのローマと呼ばれる。バンベルクは第二次世界大戦でも大部分が被害を免れ、今日に至るまで変わらない昔の風景を見せてくれている。街は宗教施設が占めるベルクシュタットと市民の街であるインゼルシュタット。 そしてゲルトナーシュタットの三つの部分からなる。大聖堂の塔がそびえるこの街では中世の建築物と市民的バロック芸術が保護文化財となる芸術的アンサンブルを描き出している。1993年に旧市街はユネスコの人類の文化自然遺産に登録された。その選定理由にバンベルクが中央ヨーロッパの諸都市で発展することとなる。 中世初期のグランドデザインを比類ないあり方で示していることが挙げられた。ユネスコ世界遺産の登録対象地域は歴史的な市の中心街であるベルクシュタット、インゼルシュタット、ゲルトナーシュタットが含まれ、その総面積は約140ヘクタールとなる。2004年の100ユーロ記念金貨、ユネスコ世界遺産シリーズにバンベルクの歴史的都市風景が取り上げられた。 バンベルク大聖堂主要な建造物リストこの他にも1000以上の記念建造物がある。バンベルクには幾人かの重要な文学者が暮らした。1260年からフーゴフォントリムベルクは当時のバンベルク郊外トイアーシュタットにあったラテン語学校で働いた。7つの滞在を含む2万4000行からなる道徳的教訓詩であるナーはこの頃に書かれた。 初期の人文主義者であるアルブレヒト・フォン・アイプはバンベルクの聖セ,セバスティアン・クリアに住んでおりラボーライド・ウーバーダ・ヤンムート・デ・マグデリーンズ、バーバラはここで生まれた。この後バンベルクはドイツロマン主義の発展に重要な役割を演じた。ビルヘルム・ハインリヒ・バッケンドーダーはこの潮流の最初期の作家の一人でありルートビヒティークと共同で表した。 ハーツェンセルジサン・アイネス・カンセレーベンドン・クラースター・ブルーダースをはじめとするバンベルク滞在中の諸作品により、その発展に寄与した。ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは、1807年にバンベルクで、フェナミナ・ラギー・デ・ガイスタスの出版社を見つけ出した。彼は、バンバーガー・サイトゥングの編集長となるが、その後すぐにバイエルンの出版法に定触し、ニュルンベルクへ去っていった。 彼のジャーナリストとしての社会参加は彼の年表の中にエピソードとして生きている。1810年にはカール・フリードリヒ・ゴットロープ・ベッツェルがフランキシャー・メルクーアと解明したこの新聞の編集長の職を引き受けた。彼のバンベルクでの活動は多くの戯曲や詩集、その他の作品を生み出した。この街の文学者で最も重要な人物の一人に E.T.A. ホフマンが挙げられる。彼は1808年にバンベルクで音楽監督として活動を開始した。その後すぐに彼は劇場の作曲家として契約をしている。1809年に最初の文学作品となるリッター・グルックを執筆した。これに加えて彼は舞台作品の演出や舞台装置の制作にも関わるようになった。 彼の文学創作の源泉は、出会った当時15歳の声楽を学ぶ学生だった、ユリア・マルクへの愛情であった。後年の作品に登場する女性のモデルは彼女なので、ある。しかし、バンベルクでの彼の収入は、すべての活動を合わせても、わずかばかりで、金銭面では困窮生活を続けなければならず、1813年に、この町を離れた。彼の成果は現在、 ETA ホーフマン協会が管理しており、博物館として用いられている。ハンス・ボルシュレーガーは、バンベルクで、アイルランドの詩人ジェームス・ジョイスの小説、ユリシーズをドイツ語に翻訳した。バンベルク公共楽団の本拠地、コンサート・コングレス、ホールチェコ在住ドイツ人によって結成されていた、プラハドイツ・フィルハーモニーを母体として、戦後設立。初代常任指揮者、 ヨーゼフ・カイルベルト以降、多くの名式者を迎えて、今日に至る。4巻編成100名以上の陣容を誇り、積極的な録音や演奏旅行で、世界的な知名度も高い。音楽王国ドイツでも、人口10万未満の都市がこの規模の団体を擁する、例は珍しい。バスケットボールチーム、GHP ・バンベルクは、ドイツのバスケットボールブンデスリーガでは、2005年、 優勝、1993年、2003年、2004年に2位、また1992年のカップ戦、優勝チームである。GHP グループがスポンサーから撤退したため、2006年からはブローゼバスケッツの名称で活動している。このチームの熱狂的なファンや、比較的狭い街にもかかわらず、ファンが多いことから、バンベルクはドイツのバスケットバールファンに、 フリーク式として知られている。SKC ベクトリアは男子チームが K ゲルのドイツリーグで9回優勝、5回の DKBC カップ優勝、4回のワールドカップ優勝、3回のヨーロッパカップ優勝、2回のチャンピオンリーグ優勝を飾っている。女子チームも4回のドイツリーグ優勝、2回のカップ戦優勝、ヨーロッパカップ優勝が1回、2回のワールドカップ。 優勝、2回のチャンピオンリーグ、優勝を誇る。地図の SC1868 バンベルクは、ドイツリーグ優勝3回と一度のドイツカップ、優勝チームである。潜水クラブは、水中ラグビーの2004年ドイツリーグ、準優勝チームで3度のドイツリーグ優勝を、経験している。生態の祝日の更新、ラウフビールを醸造している、シュレンケラビールの町バンベルクには、 現在9つの伝統的で独特な小規模、醸造所と一つの旅館を兼ねた醸造所が存在している。特別な飲み物として、バンベルクのラオホビアが挙げられる。ブラウエライシュペツヤルとシュレンケーラで醸造されている、煙でいぶした爆画を用いたスモーキーな風味のビールである。この他に、 バンベルクには二つの大きな枠が製造供給業者と一つの醸造機械メーカーが存在している。これらによりビール産業はバンベルク経済の重要な軸足となっている。1907年にはいわゆるバンベルクビール戦争が起こった。これは住民の不買運動により10から11プフェニヒのビールの値上げを撤回させたものである。この他のバンベルクの味といえば バンベルガーヘルンダと呼ばれるクロワッサン風の焼き菓子や、ジャガイモ料理が揚げられる。バンベルクの大きな雇用主は、以下の通りボッシュソジールスティファチューングバンベルク、GHP グループビーラントエレクトリックバンベルク、貯蓄銀行、フレンキシャータークベイケライフックスショービログエジー、グラムズバックストブ、レストックバックウォーレンバートライブス GMBHO と、 ショルツ・グラパ・バンベルクは300以上のビール醸造所を要するフランケンビール地域の一部をなす。また、フランケンビール地域とフライケンワイン地域の境界に一致する。2007年現在10件の醸造所が存在している。マイゼル、マール、フェスラ、シュレンケラ、シュペツヤル、カイザードム、クロスターブロイ、グライフェンクラウ、ケースマン、そして2004年にオープンしたアムブロイジアヌムの核。 醸造所である。この他に、ローベスピーレという小さな家内醸造所があるが、販売はしていない。バンベルクは、オーバーフランケンの経済的な中心であると同時に、オーバーフランケン地方の観光の中心でもある。バンベルクには、マインドナウンガの内陸港、日本のアウトバーン、それに交通ネットワークの中心となるアイスの停車駅がある。鉄道遠距離鉄道は、南北に、 ライプツヒニュルンベルク線が付設されており、アイスが運行している。ベルリン方面への接続はザールフェルトといえなを経由する。ニュルンベルクエアフルト間の高速路線完成後の2020年からはエアフルト経由となる予定である。この他に市内を走る鉄道路線は3本ある。バンベルクシェスリッツの路線は1988年に廃止された。 1897年から1922年までは市内交通に路面電車が運行されていた。アウトバーン連邦道、連邦水路空港大学版ンベルクオットフリードリヒ。大学は学生数9000人でバイエルンの小規模総合大学に属す。大学施設は市内に分散しているが、大部分は中心地の旧市街に位置している。言語学、文学部は、 カイザーイコールハインリヒギムナジウムの一部を使用している。ギムナジウムフランツルートビヒギムナジウム振興者、コンラート3世、クリストファー・クラビウス・ヘーゲル・ ETA ・ホフマン、いずれもドイツ語サイト。ありがとうございます。